あなたって超人的？それとも平均以下でしょうかね？何で勝って？ジャグリング？じゃあありません。あなたの耳の力どれくらいありますか？今回はクールな聴力テストをご用意。テストテスト、1、2、3、9、4、6、1、7、6、3、8、7、1。最後の10桁ちゃんと覚えました？これね、大事な電話番号。はい、分かんなかった人テスト終わり。ブライトサイドにチャンネル登録を。いやいや、冗談です冗談。そんなわけで、先ほどの番号を聞くことができたかどうかは耳の力によるところが大きいんです。人の平均的な聴力は 20Hz から 2万Hz と言われ、年とともに高音が聞こえづらくなるとも言われています。聴力が衰えるにつれ、小鳥の歌声や家電のピーという音、 S や H、F といった子音などが聞こえづらくなってゆきます。自分もそうなるのは嫌ですよね。普段から耳を酷使したりしていませんか？聴力のテストってどうやるんでしょうね。そんなあなたにブライトサイドが簡単かつ 100% 正確なテストをお届けします。すぐに始めてみましょう。テストが終わったら、聴力にまつわる面白いトリビアをいくつかご紹介しましょう。準備はいいですか？評価ボタンを押したら、さあスタート。では準備から。まずこの動画をヘッドホンで聞くようにしてください。周りが静かな場所で、雑音の聞こえないところで聞くのがいいでしょう。近くに誰かがいる場合は少し静かにしてもらって。いやー、すみませんね、今めっちゃ大事な世紀の実験をするところなんでね。少々お黙りいただいて。もちろんお願いは丁寧にね。それでは始めましょう。今のは聞こえてない。誰も聞こえない音。今のは聞こえた？やーってもうた。では終了。さて、平均より高い聴力をお持ちの方はどれくらいいましたかね。15000Hz よりも前から音が聞こえたという人は評価ボタンで教えてください。結果があまり良くなかったという人も慌てずに、年とともに高い音は聞こえづらくなっていきます。結果が本当に悪い場合はもう一度テストをしてみてください。もしかしたら音量がゼロになっていたのかも。音が聞こえないのが音量のせいではないと思った時は、医師に相談してみるといいでしょう。さて、テストはこれでおしまい。では聴力にまつわるトリビアをご紹介しましょう。体の中で最も小さい骨は耳にあります。アブミ骨、ヒヌタ骨、そして椎骨。これらの骨が一体となって音を脳へ伝えます。これらの一つの骨でも折れてしまうと、耳が聞こえなくなってしまう恐れがありますよ。2、女性は男性よりも耳がいいと言われています。地獄耳ってやつ。これは女性が感情で物を考えるとか、そういうこととは違います。女性の方が男性に比べ聴力が衰え始める年齢が高いのです。3、ライブの音量は 120dB、 飛行機の離陸と同じくらいの音量と言われています。あまり聞きすぎることは耳に良くないそう。ライブで耳栓をするわけにもいきませんよね。4、実は寝ている間も耳は音を聞いているんです。この間音を認識しないのは脳の方。耳は常に24時間営業、休みはありません。5、蛇と魚の共通点って知ってます？それは耳がないこと。ヘビは顎の骨のおかげで音を聞くことができ、魚は体表面の隆起で音を感知すると言われています。6、
世界で最も耳がいいのは何者かご存知ですか？正解はうちの母ちゃん。何でも聞きつけるんだよもう。で、本当の聴力の王様はが。がの聴力は地球上の全ての生き物を凌駕し、人間の150倍と言われているそう。7。ガの次に聴力のいい生き物はコウモリ。 212kHz の音を認識できると言われています。彼らは自らの超音波を聞き取ることで暗闇でも正確な狩りができるそう。8。耳の大きなゾウは音を聞くことも得意。彼らは 16Hz から 12kHz の音を聞くことができるゾウ。9。ハリーポッターの大親友といえばそう、フクロウ。ロン、ごめんな。彼らは優秀な狩人で 200Hz から 12kHz の音を聞くことができるそう。ゾウほどではないけれど素晴らしい聴力。10。そして私たちと大の仲良しの犬と猫。彼らの聴力は 45Hz から 64kHz と非常に優れたものなんです。犬は足音を聞くだけで飼い主だとわかるそう。ですからあなたが家のドアを開ける前から彼らが吠えて大喜びしているのもうなずけますよね。ワンちゃんの話ですよ。猫が吠える話は。また別の動画で。このテストをお楽しみいただけましたか？コメント欄で結果をシェアしてくださいね。評価ボタンのクリックをお忘れなく。ブライトサイドにチャンネル登録をお願いします。